いろいろ焼いても好きだし、肉で詰めてもいいし、肉で巻いても好きだし、ピーマンにチーズ詰めて豚バラ肉で巻いて、まあ、豚バラじゃなくてもいいけど肉で巻いて、もうピーマンとチーズと肉を食べるっていう、その天才のやつが好き。おばあちゃんに教えてもらった。でさっきは、ね、好きな、ね、果物、いやそれは本当そう、野菜できてきた時の確定エースで毎回皮が引きつる引きつらんといてもろて卵と小麦粉とキャベツのあれ、そう、いやそうだ、卵小麦粉はマジ結構しんどそうで、でも割とメジャーだから代替品って言ったら変だけど、代わりにそれこそその辺が抜きのさやつとかもあるやん。逆にレアなアレルギーの方がさ、そういうのがなさそうってのもちょっと思う。キャベツもないよね。ピーマン美味しいよね。生ものがね、美味しい。へえ。そんな僕応援する子だ。大体ピーマン、ピーマン嫌いって言われる。悲しい。ゴーヤ美味しくちゃ、それはわかる。よく沖縄受け取ったら本場のゴーヤチャンプルーが食べれとったかもしれんのに多分好んで食べんやろうけど、やばい、キツいぐったわ、ごめんね。楽しくケーキ食べたけんよかったよメイさんがゴーヤとツナのサラダを勧めて、すごい、それは推しの力だ。チョコ系、一緒じゃん。あ、やばい、ハピモさんが、ハピモさんが自慢しとるよ。ソーキそば、いいね。ピーマンは火を、でもピーマン生でもね、切って塩昆布と和えたやつとか好き、マジで。本当にそれは、マジ好き。個人的に魚焼いても生臭い。でもなんか、ちゃんと下処理すれば割と生臭さ取れたりするよ。ピーマンの、肉巻き、そう、最強なんよ、ピーマンの肉巻き。仲間じゃん、じゃん、美味しいよね。ピーマンとお肉って組み合わせがもう最強なんよね。みんなでピーマン克服するよく引きずるが、引きずるがみんなのタイムライン、でもさ、みんな明日はもうタイムライン見ませんとか、なんか昨日配信でコメントしよったっけ、確かコメントやった、確かそうやったよね。制しよった気するのにさ、もう今日全然なんか色彩からしましたあのツイートのさ、割とす本当に結構すぐ後にさ、都内色彩しててみたいなセンター誰ですかのツイートしてて、もう全然全然元気にツイッターおるやんって思ったよね。マグナさん、や放送、ケーキ食べたら今日は300日です、毎日配信やったねっつって。まこたさんともそんぐらいじゃない、マジで。いつやっけ、何最初の方よね。もう300日だってよ、びっくりしちゃうなので俺には魚介類食べそうするわ。今頃沖縄食食べてたのよ、ピーエンじゃん名前、それな、一生ピーマンって言える。でもだってピーマンやもんねごめんは綿が苦いちゃん、へえそうなんや。なあ、しゅんくん、ヤホン、めちゃめちゃお久しぶり。もし、そうそう、じゃあ、教え、それな、絶対怒られるよ。大丈夫そう？あれ、アスパラ、アスパラベーコンも美味しいよね。あ、今日そういえば、ベーコン買ったわ。どう作る、使うか決めてないけど、ベーコンなら何でも耐えるとか思って。きょんこ、ヤホン！ピーマンのアルミホイルで包んで焼くと水分よい。種ごと食べたことないかも。あちゃんの強み、私、そうだよ。もう色彩やったって言いたすぎて、物販前にちゃんと曲までツイートしたよね。色彩やりました、今日。マジで久しぶりでも、本当に楽しみやった、うちも。ホールケーキ、ホールケーキ一人で食べちゃうよ。でも、一晩で頑張れば食べれるけど、なんかさすがに、ご飯になっちゃうけん、やばいなって思って、でも、半分ぐらいなら余裕で食べちゃうかも、ご飯食べた後に腹8分ぐらいしといてやけどね。あのツインテの特典マジも待ってたね。いつ届くかちょっと私にも分かりませんが力をもう出してるんでね、待ってたなって感じ。
ガトーショコラです。今日のケーキは。22、お待っとるよ。22来るんか。定期定期、そう22日不定期定期公演があります。皆さんぜひ遊びに来てください。さっき STN の配信でお前さんあら、あぶね、なんか喉詰まりかけた。わー、牛乳なくなった。え、ミルクレープス、え、いいじゃん。あれピーマンとこ行きなもん。ピーマンがミルクレープ食べとるよ。まだ300人すごい配信始め、マジでもうあんまうちはね覚えてんのかな自分。え、でもなんかあっという間なような、早い、なんかあっという間なような、なんか割と昔の記憶のようなみたいな気持ち。ありがとう、懐かしいわね。パクチー平気だけどエビとか目だけしょうへえ、生春巻きか。うちパクチーわからんのよね、パクチーわからんのよ、食べたことないけど、うち多分嫌いだと思っている。その系統の葉っぱ多分うち嫌いやけんさ、絶対無理と思って、葉っぱの美味しさもわからんけんさ。え、でもカッコつけたら食べれるよ葉っぱも。サラダのランチとか食べれるもん、サラダだけのやつとか、変な野菜いっぱい入ってるやつ。カッコつけたら食べれる。カッコつけたらってどういうことって感じだけど。22、お、カツさん来るん、楽しもうね。仕事終わり、特急、特急課金じゃんそれ絶対。神田で向かうよね多分。え、京子ってどこに住んでんだっけ。なんかさ、千葉の奥地とか言ったっけ、あれ違ったっけ。なんかそっちのイメージないけど、ミルフィーユ、え、そうなん、なんで千葉のミルフィーユ。よか、最近来ないし違うのに停止って言われたん。あれはパクチー、え、癖ある葉っぱ絶対無理だ、おそらく嫌いという。もう多分癖ある葉っぱは大体無理、パクチーはマジいける。ダメじゃん、パクチーはダメだ。タイで食べたんや、しかもパクチーね、うちマジ無理だと思う。癖のある葉っぱの美味しさ絶対わかる気せんもん。半端なのもう、え、すごい、千葉の田舎に、いや、あっとったわ、千葉の奥、奥地って言っちゃった、田舎なのに奥地にしちゃったもんと。彼女がパクチー、え、すごい、それで克服できるん、ペッパーさんすごくない、それは。ほしく仕事終わり、お疲れ様、お疲れ、めっちゃ夜遅くまで仕事頑張ってたのに、お疲れ様。パクチーを、え、パクチーはね、ちょっと食べたことないけど、なんかに苦手そうで食べたことない。え、なんだろう、それこそさ、なんだっけあれ、春菊かな、春菊か春菊に似た葉っぱの味が変なやつ、水菜かな、いや、どっちかはねまだマシなんやけど、あの系統の葉っぱもあんま好きじゃなくて、ニラは大好き、餃子とか好きやもん、ニラはねマジ好き。パクチーめっちゃ、シュープシュープいける、すごい、パクチー好きな人と仲良くできる、マジで無理すぎる。仲良くできる、ウケる。ビルの意味やセン、フィーユの意味は、あー、そういうこと、え、本当にそういうこと、でもそういうことか。でもさっきね YouTube でミルフィーユの動画ね、おすすめ出てきた、福岡のさ有名な YouTube とかで割とバズ、 YouTube とか Twitter、 インスタかなとかで割となんかねバズって有名になったキッチンカーのクレープ屋さんがあるんやけど、ここうち絶対あの福岡帰った時行こうとは思ったけど、やってっかな、ちょっとそれにもよるけど、キッチンカーやけん不定期やけん、やってたら行く。そこの動画が出てきた、タイでもやる、ドリアン、あー、ドリアン食べたことないかも、
茨城県の奥地より、そうなんや、春菊かな、そんな気がする。あ、今ついてる日になった日のせい、やばい、いっぱいじゃん。タラの芽は食べたことない。もつな、そう、もつ鍋にニラは必須。それな、ニラは大好きです。どんな調理されても無理な食べ物、めっちゃ無理じゃん。300日前12月20その頃の万歳のこと、いや、そうなのね。うちはその頃まだ万歳ジャパンじゃなかったけんね、何、万歳ジャパンとしてデビューすることは決まっとったんやけど、それを出さずに配信を始めました、先に。そう、パクチー大好きなのユキから仲良くできんじゃん、そこ絶対に仲良くできんって言われとうよ、欲しくマジで無理すぎるって言われとうよ。めちゃめちゃ言わキノコ吸うし、キノコも苦手な人多いよね。うちキノコ苦手マジで分からんのよね。美味しいじゃんってなる。いやマジで、あの椎茸をさ網で焼いたやつとかマジで好き。福岡久しぶり、や、福岡ね、いいよね。もともとバズりのゲームの中じゃん。あれは今から星くんはパクチーを嫌いになってくる。星くんとは仲良くしたいけど、パクチー好きな人とは仲良くできんけ、星くんがパクチーを嫌いになってもらうっていう方針に出たん。ベル、5秒待っとって牛乳取ってくる。戻りました。タラの芽の手、何それ、なんか高そう、すごい高級そうなもの言うやん。慎吾さん初見です、大阪のヤッホー来てくれてありがとう。水菜と春菊、え、うち未だに水菜と春菊の違いちなみに分かってないです。焼いた椎茸美味しいよね、しぶしぶ、本当に天才だと思っている。あれ、舞茸天とナメコとキクラ、すごい、なんか割と余裕そうなところ。あとはいいね、やばい、えのきも無理な、えのきは割と大丈夫な人多いイメージやけど、しいたけの似た匂いが苦手なとこ、いのむせん、でもしいたけは小さい頃ね、なんかどっち、なんか別に美味しさは分からんかったっちゃう、うち別に嫌いでもないけど、別になんか好きでもないなみたいな感じだったけど、徐々に美味しさ分かるようになってきた。エリンギとかスミめっちゃ醤油、エリンギね、うちね聞いてほしい、最近うちはエリンギをね使った料理の美味しさに気づきました。美味しいってことに知った、エリンギ、てかエリンギの、いや美味しそうっていうのは知っとったけど、なんかどうやって食べるか知らんくって、うちしょっぱしゃべれないんよこれ食べた時。ちょっとね、めっちゃ水分持っていかれるけん美味しいけど、マジでしゃべれんくなるんよ。全部水分持ってかれる。牛乳なくなったけどいけっかなって思ったけど、牛乳ないと無理そうやった、ちょっと。エリンギをバターで焼いたの美味しいっていうのうち最近知ったよ。絶対そう、絶対なんか飲んだ方が良かったうちは今。のりさん5秒大丈夫、5秒やった、今みんな大丈夫、5秒やったやろ、みんな、みんなが5秒って思っとったら5秒やし、うちが5秒って言ったけん5秒なんよってこと。バズりジャパンの配信どこ行っても食べ物、そう、でもうちは今日はケーキ食べとけん、そっからな気がする。うち言うていつもあんま食べ物の話してない気がする、わかんない、いろんな話しとる。焼いた椎茸の、なんか美味しいよねあれ、マジで美味しい、なんか椎茸の旨味みたいなのがマジで出てくるんよ、本当に本当に美味しい。元気だよー。
ちなみに絵文字なしつけて、それだいぶ衝撃な事実やけど、キョンコナス好きじゃない、え、ナス苦手なんそれで。その感じでナス好物そうやったのに。うち今日ナス買ったけん、多分ナスは明日はかぼちゃ食べたいけん、多分明日かぼちゃの煮付けにしようと思っとるんやけど、やけん明後日ぐらいにナス食べようかなって思ってる。かし明後日か、一日焼けて、なんか一日マジ節約、豆腐買ったけん豆腐だけでなんか料理作るかなーみたいな。なんか椎茸食べ、もうそれは確かにトラウマだわ。椎茸、じゃあ美味しい、嫌いなもん食べんでもそれはある、マジでご飯食べない。そうなのね、今日はケーキ食べているよ。ちょっとポロポロしてるんやけどね、もう切るたびにこれポロポロするタイプ。半分、そう半分ずつ食べて水分確保する。新鮮なさ、そうかっちゃん、それマジで美味しい、あれ、うん、そのあれが美味しいよね、椎茸の、椎茸の汁。ハンマンの告知の動画が出て、え、それ沖縄の方のやつ、あ、やべ、カシャコンって言った。ピーマンとな、あ、でもピーマンも割と万能よね。ナスもね、割となんか美味しい、なんだろう、ナス単体で美味しくなるよ、あいつは、あいつはとか言って。ないでしょ、よいしょ、美味しいね、とてもケーキが。チーズ食べれんの、慎吾さん、びっくり。でもアレルギーとかじゃなくてってこと。牛乳飲み込んで、ね、やばい、ちょっと静かに飲もう牛乳。牛乳って飲んじゃうよね。飲んじゃう。牛乳一生飲みそう、今日買ったばっかりなの牛乳。まあ腐らせりゃいいよねっつって。うち基本的に牛乳家に常備しとるんよね。なんかそんなめちゃめちゃリマさんとかほど牛乳好きかって言われて、まあ好きやけど、そんなあのすごい1日1リットルみたいな飲み方はせんけど、割となんか飲みたい時が来るけん。使えるしね、牛乳はあると便利。なんかさ、トースターでただ美味しそう、素焼きって感じか。アマノフーズのナスの味噌汁、椎茸、あーいるよね、あれ苦手な人。でもあそこからなんか美味しいものが現れると思っている、結構。じゃあブジ君、毎食牛乳、マジ、どんなご飯でも牛乳飲む、それはすごい。ごっくりで聞こえてくるかも。リマさん、そう、リマさんはもうあれはガチ。うちはなんか普通にライトな感じ。でもさ、牛乳ってあんま好きじゃない人もちょいちょいおるよね。なんか学校給食とかさ、いらんって人多くなかった？マリのちょいちょいおった気がする。なんか渋々飲むけどみたいな人思ったし。ツッチーさん、こんばんは、ありがとう。子供の頃からそうそう、あー、でもうちもそれはあるかも。うちも子供の頃から毎朝牛乳飲むって感じやったけん、朝基本的に牛乳飲むって生活やったけん、それはわかるかも。牛乳飲めんと、定期的に牛乳飲まんで、今はね毎朝は飲んでないけど、基本もだって朝ごはんに牛乳出されとったもん。
舞茸の、なんかさ最近マジコンビニの天ぷらの舞茸って天ぷらじゃないおにぎりの舞茸ってちょっと気になってるセブンのやつ。余った牛乳、なんか北海道の牛乳ってめっちゃ美味しそうね多分一緒やろうけど、違うんかな。でもうちらが飲んどるのが北海道の牛乳なんよないかな、違うんかな。でも美味しそう、なんか北海道の牛乳はヨホン、やばそれはお腹タプタプのやつだ。タクさんヨホン300日だ、ありがとう。300日で3にしとこうおじさん小学校の人は牛乳、全然白ご飯に牛乳ついてきとったよ。白ご飯の日も牛乳、何の日でも牛乳って。まあご飯とは合わないなって思いつつも、でもそれが当たり前やったけん、なんか毎日牛乳飲んでた。中学の帰宅した牛乳やばい、それはやばい。夏キンキンに入れた牛乳、でもちょっとわかるかもな。なんか学校から帰ってきて牛乳とか飲みよったうちに夏とかでも冬はその牛乳を温めて飲みよった。いつでも牛乳飲んどやん何でも牛乳、なんか聞いたことある、牛乳は高い。あーでも確かにわかる、1リットルでさあの値段するって考えるとマジ高いよね。あー待ってやばい、すごい思い出したね。うち今日さタコハイブックスにさ、うち今日不在の間にさお水がさ2リットルか9本だけ1ケースが多分2ケース届いとって、それをいつもはできるだけおる時間に届けてもらおうとするんやけど、もうおらん時間にね届いちゃったけん、宅配ボックスに入ってんの、もうここまで持ってこなきゃいけないの自分で、もう頭抱えた今思い出しちゃった。でもお水も家にないけん持ってこないかなって、頑張ろうと。近くに僕、やっぱそうなん、美味しいのいいな、いいなぁ、美味しそう。北海道の牛乳、牧場の牛乳ってなんであんなうまいっちゃろうね。あ、でもちなみにさ、みんなマジ急に本当に言うけど、福岡だと糸物語って言って、糸島に牛乳とか飲むヨーグルトが有名かな、糸物語っていうねあるんやけど、でもそこの牛乳もマジめちゃめちゃ美味しくて、糸物語の牛乳、温泉とか、あとはちょいちょいね売っとる場所があるんやけど直営店とか、マジで美味しい糸物語の牛乳、本当に天才です。私はこれが大好きです。あとはここは有名ない福岡県糸島市の糸さいさいっていう野菜直営所があるんやけど、そこには糸物語のソフトクリームを売っとる場所があるんやけど、マジで美味しい、本当に天才ですっていう冷たい牛乳、でもそういう人おるよね、冷たい牛乳飲んだらお腹壊すって人。マジうち牛乳毎日飲みすぎて全然わからんのよね。牛乳いっぱい飲んできたおかげで骨も身長もそんな身長あれもうやった、もうだってさ絶対2回に分けな運べんじゃん、だってさ2リットルかけ9本やけんさ18キロあるものがさ2個あるんよ、もう2往復よ、大変、運び、そう運び出すの大変。しかもね宅配ボックスさすっごいめっちゃ一番下みたいなとこに、ね、こうよっこらしょっとせねえかん位置にあってからさ泣いた。取りに行かない、配信終わったら頑張って取り行くわ。そう突然思い出した、18キロない汗、それなもう腰痛くなるやつあったやば、抱えたまま何したのか、ボックス、それ荷物運ばいと募集しますって。北海道民でも牧場の牛乳を見て、すごいね糸物語、次美味しいよね糸物語、マジ天才だと思っている。糸さいさいはねどっちだ、どっちかが彩る、多分彩る野菜な気がする、確か6本じゃないの、9本あんの1ケース9本あんの。僕は牛乳はあんまり飲んでこなかったので、大きくなりませんでしたか、こうやってのはあら、まあ牛乳の鮮度が大切で、あちこちに、確かに腰気をつける、要するにマジで本当に誰かさガラ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 くださいって思ってる、
荷物運ぶやつ、あれなんか置いてないかな。マンションの下とかにさ、なんかもうみんな重たい荷物運ぶとき使ってないみたいな感じで置いてあったらいいのに、盗まれそうやけど。治安悪いよそれは。あの日お前にどうしたん。昔バイトで2ケース持ってて、やばっ。え、1ケースって6本なん基本。え、違くない、12本ってこと。あ、違うか、2キロかける6本やけん12キロかける2か、オッケー6本だ。え、9本なんよね一つの箱。9本入ってんのよ。え、9本入ってんのよ。頭抱えてるよ。牛乳はたくさん飲みよう、背を伸ばす。そんなに、そうだね。あ、じゃあ台車欲しい。もう下から運ぶために。わしが勝手に箱で、6本なんか、うち9本の鍵あんよね。現時点 STU のうち全員。すごい、めっちゃ知られとるやん。2リットルかける、そう2リットルかける9本1箱。最近ウォーターサーバー、それうちもねちょっと迷ったけど、結局ね水をケースで買った方が安いってことに気づいて、じゃあそれでいっかってなった。おばあちゃんちとかウォーターサーバー入れとるんやけどね、あれ結構電気代もかかるらしいしね。実際安いのは多分水ケースで買った方が安そうやった、うちが調べた感じ。めっちゃ調べた、ちなみに水について。もう必需品やけんさ。それそ、それ重いの、鉄マジ腰やりそう。台車もらって持って帰る、大丈夫、そんな視線をもらうほど人おらんけん絶対。青い部運ぶ、それはちょっとうちは運ばないでもろてっつって。え、そう、レンタルサーバーでも結局確かあれレンタル料がかかった気がする、なんか月々とかで。結局ケースの方が安かった、確かに。電気代も結構かかるみたいやしね。めっちゃ便利そうやけどね、おばあちゃんちのウォーターサーバーマジバカ便利だもん。マジ便利だって、こう押したら冷たい水出てくるんよ。でもあれ詰め替えるっていうかさ、あの上の水の部分をさ変えないかんのはちょっと大変だなと思う正直。お湯わかる、あれひねったらお湯出てくんのずるいよね、マジでわかる。水道水は飲みきらんのよね、ちょっと美味しくない。水道水はちょっと飲みきらん。あとちょっとなんか東京の方が水道水汚そうっていう、マジこれはマジねガチの偏見なんですけど、絶対変わらん。いや、そんな変わらんこともないと思うけど、いやそれマジで本当に、でもその水代がそんな安くなかった気がするんやけど、そんなことないかな。あれまあ冷たいし、そうあったかいの出るのでかいよなとも思ったけど、もうケースでいいやってなっとった。台車タンプレ効果、その頃にいるかな。あ、まかない M カード届いた、ありがとう、頼んでくれて、こちらこそありがとう。そう、その M カードに入っとるね曲シネマグラフには私の声が入っています。イエイ、ぜひ聞いてね。どこかわかるかな。ひどいとふん、ごめんてーね、みなさん。ね、なんかマジでこれは偏見やけん、多分そんなことないんだとは思う。レンタルサーバー借りようかちょっと、ね、え、あれ停電しても水あるの、水はあるんか。後輩のレンタルサーバー、レンタル費無料だけど定期的に行って、あ、やっぱそうなんよね。
めっちゃ水飲むんやったらお得だったりするんかな。でもなんかいろいろ制約あってちょっとめんどくさそう。うち蛇口ひねってる。熱々。あ、でもお湯、あ、でもあったかいぐらいしか出てこんな。でも水道水、地元の水道水は一緒に簡単。やっぱそうだよ、田舎のね。でもうちは子供の頃住んでたところがめちゃめちゃ水道水が美味しいところで、あのなんか天然水みたいなの出てくるところで、まあ、あの特殊な地区やったんやけど、そうやから、その時はそっから引っ越したんやけど、また福岡の町の方に。そしたらちょっと水道水まずくてびっくりしちゃったっていう。いつも M カード、嬉しい、まことさんありがとう。いっぱい持ち歩いてね。東京の水道水ペットボトル、そうなん、マジやば。うちさ、水ね、あの硬水好かんのよね、あんまり。軟水が好き。千葉北西部、北西部ってどっち、北西部。めっちゃ悪いことしたけど、北西部、なるほどね。そんなことない、そういえば。でも結構笑った。しょうもなすぎるってのもあるけど結構笑った。井戸水は美味しそう。日本の飲めるのは知ってる。別に体に害のないのも知ってる。いや別に正直一回沸騰させたら使っていいかな、火通すもんには使っていいかなとも思っとうけど、美味しくないよね、味が、味の問題。皆さんこんばんは、ヤッホー。マンションの水はマジわかる。正直なんかうがいでき、うがいってかもう、うがいでぎりって感じがする。あの一瞬口に入れるので飲み込めません。日本の場合で、そうなんよね、基本軟水。でもちょいちょいね、中硬水出るところもあるよね。うちの水すごい好きなのに好きになっちゃう。ちげえ、でもなんかマジでしょうもなすぎて、作ってることもしょうもないし、やってることもしょうもなすぎて、めっちゃちょっと割と地味に笑ったよね、あれ。ボリ、あ、なんかそんなのよね、確か。今そろそろ行ってらっしゃい。香水、そんなのな気がする、確か。あとエビアンも香水じゃないっけ、あれ確か。ヨーロッパ系のお水は割と香水より、中香水から香水より。あと霧島の水って、あのファミマのね、ファミマはね、軟水と中硬水売ってんのよね、お水が。ファミマブランド、おめでとう、ありがとう。300日言わてくれてありがとうね、ピーマン。今日はいっぱいピーマンって言ったよ。あんまり水、そう、まずでもね、水めっちゃ飲む日とかしたらめっちゃ気になる。で、やばい、あと一口でケーキ食べ終わっちゃうけど、食べ終わっちゃうね、食べ終わっちゃう。水買うのは節約で、水道水じゃあ、そういうのあるよね。でも誰も好きじゃないね、結局水道水って思っちゃう。多分もうこれは気持ち的な問題。コントエクセって、そうなんや、飲んだことないかも。思いついたら即たまに、あ、またまたごじっとるよ、大丈夫そう。うちもすぐごじる人やけん、人のコースマジ嫌いちゃうけどね。エビアン中高水か、でもうち中高水もあんま好きじゃないよね、もう軟水しか勝たん。
だからさ、コンビニとかにさ、エビアンだけよく1リットル売ってんの。なんだっけ、中高水系統の水はよく1リットル売ってんのやけど、天然水が一番うち好きなんやけど、天然水の1リットルってローソンに時々あるぐらいしかなくて、夏とかマジでめっちゃ探した、あんまない。500じゃ足りんないよ。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ケーキごちそうさまでした。美味しかったです。次ケーキ食べるのはクリスマスです。早くクリスマス来ないかなっつって。5時の電動しかも知らん、マジで。日本の水は基本的に大丈夫。でも中高水ぐらいまでは一応あるっちゃある。ナンシー1。あ、でもね、クリスマス来るかな。早くクリスマス来んかな。なんかクリスマスのさあたりのさ時期の街の感じマジで好きなんよね。なんかシャンシャン言ってそう。なんか一生ジングルベルっていうか、なんか鈴のね鳴り響いてそうな雰囲気している街の感じが本当に好き。それを私は強く一人で見ているのが好き好きなのか知らんけど。いや、でもなんかイルミネーションとかマジで好きなような、ライトアップされてなんか街中全部浮かれるじゃんそう、ランキン、うん、咲いた桜、俺の自分なんか車で数時間走ってる、めちゃすごい。歩き出す僕の背中を押す街路樹の桜、ひらひら舞い落ちる。またここでいつか。機密の湧き水、そうなん？機密どこだ？羊蹄山の違うのよね。羊蹄山ってすごいなんか強そう名前。クリスマスね、あっという間に1年終わっちゃうよ。クリスマス来たら、クリスマスな、なんかさ、なんかさ、オーナメントとか部屋に絶対もう、絶対もうそれ片付けんやろみたいな、キラキラした可愛い飾りを買いたくなるんよね、雑貨屋さんとか見るとマジで。いや、クリスマスのさ物売り出される前に洋服とか買いに行くべきかな。でも10月終わると絶対買い出されるよね。でも10月はちょっと無理な気がするんよ。え、無理じゃん。ハロウィン終わったら街中、そうなんよ、一瞬でクリスマスにチェンジする。ディズニー行きたい今から12月は楽しみ。すごいわかる。意味深いねそれは意味深いそれは頑張る。クリスマス何、クリスマスは一人でも美味しいよ。シュプシュプ、分からん、ちょ、シュプシュプが一人設定で言っちゃったけど、何それ美味しいのって言うわけ。もしシュプシュプが今一人じゃなかったらマジごめんってこと言ったわ今富士山みたいに綺麗。へえ、羊蹄山調べるか。じゃあ、あ、そういえばね、うち YouTube の配信のマイクの設定を今日の朝見直して、なんか結構変わった気がする。え、すごい、富士山じゃん。富士山じゃんとか言っちゃったよ。北海道、へえ、北海道富士、これすごー綺麗。え、福岡の湧き水とかあるの、ちょっと待って調べてみたいな。
クリスマスライブあるのかな、楽しみじゃ、楽しみ、神々楽しみだ、一緒過ごせるかな、どうだろうね画像見た、なんとかなんとか町の山、富士山、富士山そっくりやったすごい分かり合っとる、映像見て、なるほどね、映像やけんか、なるほど、なんかさ湧き水っていうのが正解か湧水っていうのが正解か分からんけど、多分どっちも正解的な感じやったよねこれ。じゃんじゃん、あ、ある、いっぱい出てくる、いっぱい出てくるんやけど、あ、なんかいっぱい出てくる、湧き水、湧水って書いてある、あ、糸島にもある、これどこだ、でもこれまさにね、まさに山って感じやった、くっちゃんちょう、え、くっちゃんちょうって読むとこれ、くっちゃんちょう、え、やば、やべえな、北海道だわそれは。クリスマスは金もっとすしますが、今年過ごそうね、過ごそうね、北海道ね、エゾチンやんね、エゾチンって呼ばれとったのさ、あれどこまでだっけね、忘れちゃったよね、糸島水きれいだよ実際、湧き水っていうかね、もうマジで、でも水汲み場はあった、でもこれちょっとあんまり言うとちょっとさ、なんかいろいろバレそうだからあんま詳しく言えないんだけどさあー、あるわ、ちゃんと、あ、マムシ温泉があるわ、あれも湧き水判定なのね、あ、あー、でもちなみに湧き水めっちゃ知ってるとこあったんだけど、そこの水、え、多分ね、ちっちゃい頃湧き水で生きてたわ、湧き水湧水知らんけど、っていうのを知ってるんだけど、なんかあんまりで、あんまり、え、でもこれ言ったし、でも大丈夫、糸島いっぱい湧き水ある、どっかの湧き水で生きてたようちは今はそこ住んでないっちゃけどね、実家とかもそこじゃないけんいいんやけどって感じ、生まれでもなんか小学校までバレそうやもんこれ言うとこれ言うと小学校までバレそうやけんさ、だってそりゃそ読み方、え、すごい、でもちょっと読めそう、北海道市ね、ね、そんなイメージある、湧き水いいね、あ、そういうのもいいかもね、マナ、あー、キノコランド、うちキノコランドって絶対行ったことあるんやけど、なんで、なんで笑ったんだろうちょっとね、糸島には湧き水がいっぱいありそうですねって感じだよ、当たるしない、へえ、そうなんや、しぐさで私ありがとう来てくれて、学校バレるってわいな、それな、マリドリの高校じゃん、バレてんの間接的にバラしてくれたやつねしっかり間接的にバラしてくれた、まあでも職業から考えても全然なんかありえるっていうかさ、すごい納得そうなところやんね、予定さんに画像撮って最後の方に行きたいとお花畑もあるやん、予定さん他、観光地なのか、女子マナかき声もう一回いいよね、マジうちもわかる、うち絶対多分今年はかき声行くと思う、
成人式で福岡に帰るけん、その時に掛け小屋は行こうかなって、ちょっとそう成人式の時福岡に帰るので多分ライブのお休みをいただきますって感じです。1月の、そう1月ね多分4日間ぐらいかな、9から12ぐらいまで多分ライブが入ったとしたらお休みになると思いますって感じです。一応これもうね言ってる、成人式だから帰ります、ごめんねって感じです。ちょっと眺めないけどね、ついでに福岡帰れる時に帰って、ついでにいっぱいどうせならいろいろ巡ってできるだけいろんなとこで写真撮ってから帰ってこようと思うけん、それをどこ行くかマジで決めないか、車ないけんさ、うち免許ないけん、親に一日は連れてってもらえるけど多分一日しか無理なんよね。うのここはすぐに、そうなの、ここやけわかんない、わしの誕生日にギリギリいるかどうかか。おはぎいつだっけ、成人ありがとう、そう成人式にね福岡に帰ります予定です。成人式は一緒に一度だから福岡に帰ります。大丈夫かな、友達いるかなって心配だけど大丈夫そう。いやまあ友達はいるんやけど。マジ計画立てないか、いかに効率よく車で行かないかんところに車で行けるか問題なんよね。頑張れば電車バス歩きチャリ使えば行けるけど、1月7日はギリいるね。俺の誕生日には確実にいるかもね。確実にいるかもね、それはうちも痛いもんな。1月は何日か僕も時間変えなきゃだけど、そうなんかもうその機会にやりたいこと全部やりたくて福岡に帰る。でも分かんないよ、その日程で終わるかな、でも頑張る。成人式1日であと2日ぐらい 2.5 日ぐらいでできる限り回りたいけど、1日何かしらいけるかな。糸島って博多からです、そうだよ、博多から電車1本よ、糸島の特に中心部はね。でも意外と端っこの方って言うと変だけど糸島全部横断はしている。でも奥の方はねあれだけどね、あの通ってないけどね電車、その1本だけやけど、そう一緒に年齢重ねるけんね、成人式、そうね成人式、それも言わないかんけど多分今言っても多分違うけど、もうちょっと直近になったら言います、多分開けてほしいですって言ったら多分開けてくれると思うけど、事前に言っとけばね。でもちょっと今はね事前すぎると思う、今言っても絶対忘れられちゃう、振り袖振り袖ね。振り袖は着てジャージやけど、福岡帰省するときマジ体力持つかなって感じ、今のところマジで朝一のあの自分の家から頑張って始発で行って行けそうな便で福岡に行って、からその日一日親に連れてってもらって福岡のいろんなとこ回って、次の日早朝から着付けしてヘアメイクしてもらって成人式して、その日どうなるか分からんけど、分かん、大丈夫かな、うち一人ぼっちとかならんの、一人ぼっちだったら福岡のいろんなとこ巡るわ、じゃあ。届けてお願い文字、夢の中でもあなたの思い胸に寄せて、振り袖です。とりあえず福岡来年行きたい旅行、いいよマジで福岡来てほしい、美味しいものいっぱいあるしね。でも冬がおすすめな気もするな、どっちかっていうとね、体が休まってる時、いやそうする、まあでもとりあえず写真だけ振り袖撮ってもらって、まあ撮ってもらってってか撮っといてになるとは思うけど、多分ね、だけど多分もしやったとしても多分リクエストを受けできるかは分かんないけど、まあまだそれは直近になったら考えるよねって感じ。一日移動して一日移動して一日成人して一日移動、そんな感じ、マジでマジ詰め詰めにしようかと思ったら正直福岡のスケジュールは、分かん、でも分かんない、ちょっと
どうやって回ろうかな、なんか友達に協力してもらうの方がいいのかなって。免許持っとう友達とかおるけんさ、てか割と福岡におる友達は免許持っとる。上京してきとう人はあんま持っとう人少ないけど、なぜならもう上京してきたら車とか使わんけどさ、福岡おったら結構車って使うけん実家暮らしの人とかもいるし、だから福岡の友達は割と免許持っとう子が多いけんさ、友達に協力してもらうか迷っている。同級生はあんま知っとう人おらん。知っとう人もおるけど、なんか最近どうしとうとって聞かれたら別に言うけど、なんかそんなにさ、言うてみんなさ、同級生とかと最近どうしとうとって話す？うちだけ話さんの？だって多分みんなはね、別に聞いてこい人は別にうちは普通に大学生しとうと多分思ってるんよ。だけどわざわざ大学生しとうと思っとう人に最近どうしとらんって聞かんのよ。別に聞かれたら答えるけどスタンスすぎて。あんま知らん人もいる。大人になろうって大変だ。うどん、あ、いいね、うどん。あおちゃんが塗ってる。なんか後ろ姿かもしらん、下手したら。振りそうで。地方民は、そう、地方民、そう、車ないと不便やけんさ、車あった方がいろんなところ行けるし、遊べるけん。正直、東京で車あっても何も役に立たんじゃん。てか、なんなら電車が網羅されすぎて、車とか必要ないけど、そんなに電車通ってるとこも多くないけん、それこそ糸島行くってなったら車は欲しいし、なくても行けるっちゃけどね、一応バスとか使えば。でも糸島のバスはそこまで発達しとるわけじゃないけんね、昭和バスじゃん全部うち糸島のさ、バス、うち糸島のバス、昭和バスが黄色いフォルムをしてるんやけど、あれなんなん、グルリンバスっていうのか知らんけど、うちは勝手にグルリンバスって呼んどんのか、本当にそういう名前があるのかちょっとあんま分からんけど、うちはあれをグルリンバスって呼んでますなんでかは、でもなんかそんな感じの名前もついてたような気もするけど、でも気のせいかもしれない高校の同級生、うちも、でもちょいちょい上京した人とは何回か会ったけど、でも数回LINE グループあるから今何、すごっ、マジで半年に1回ぐらい LINE グループで話しとうけど、部活とかの人はって感じ。うちそもそもあんま人と LINE せんタイプの人やけんさ、なんか LINE で雑談しきらんのよね、なんかもうめんどくさくなっちゃう。成人式もさ、うわ、多分わかるよ名前は、まだギリギリ、やばい鼻ムズムズしてきた。同窓会したら、大丈夫かな、うち呼ばれるかな。うわ、でもね、なんか同窓会の幹部してそうな人が仲いい人にいると信じているうちはなんかそういうキャラじゃないって言うけど、もう全然そんな目立つ人じゃないけん仲いい人は割とそれこそ運動会のさ、団長みたいな、ブロック長みたいな人だったりとか思ったけん。北海道じゃん。北海道はそりゃそう、なんか北海道の電車すごい YouTube で時々見るよ、すっごい少なかったり、でも結構徐々に減らされたみたいなニュースも見たもん。生徒会長だったりするか、他の、でも生徒会長も、うちらの学校は生徒会長は割と別になんかフラットっていうか、いや人によるな生徒会長。なんかうちらの学校多分あんまりなんかね、カースト感が薄かったかも、そもそも。あ、そっか、誰か、あー確かにそれは共有されそう。マジ全然入って、もインスタとかはさ、多分みんなさストーリーとか上げとっちゃろうけどさ、マジ見らんけんさ、なんか友達おフォローしたやつもあったけど、マジ使わなすぎて無理だからバスは割と細かく張り、そうなんや。で福岡市もバスすごいよ、えぐい。
選挙の時はあらまああったね、生徒会選挙とか。やばい、眠たくなってきたよ。なぜなら私は今日、昨日夜起きてから寝てない。昨日寝すぎたけんね、ちょうど今眠いぐらい。かさ、その西鉄バスが福岡市にはものすごーく走っています。いっぱいね。わあ、なんかその景色も見たいんよね、正直。六本松の上から眺めた景色が見たいかもな。あそこの六本松のさ、科学館のね、屋上からね、道路見るとマジでめちゃめちゃバス見えるけん、バスがいっぱいあるようにはマジめっちゃわかりやすい気がするけん、そこの写真を撮りたいなってうちは思ってたりする。どうしよっかね、マジでもさ、2日で福岡市網羅、福岡県網羅はできんけんさ、多分北九州方面を捨てなきゃか、もう内陸を捨てるかしな、ちょっといかんけど、マジどうしようねって感じ。投稿した時間かなり遅かった。まだ、もう今日ね、あの結局マイク表ね、割とゆっくりめに作りつつ、あ、そう、あとはそれね、あれだね、基本的になんかマイク表最終1票があって、なんかみたいな、なんかあるんやけど、何、番号書いてあって、この最初の番立ち位置、次の立ち位置みたいな表があるんやけど、それの表が色彩の7人がさ、ほとんどまだやったことなかったっけ、多分ね、やったの1回とかじゃないかな、やったとしてもまだなかったみたいで、それも作ろうかなーって思って、別になんか急いでないしなーっつって、マジでなんか早く終わっても寝れそうになかったっけんさ、ゆっくりやってたよね。福岡行ったらバスも乗ってみたいよね。マジめっちゃあるよ。バスオタクだから六本松行って。あそこね、六本松マジでターミナルやもんね。それこそ博多のバスターミナルとかはさ、もうなんか、あれは中からも円形で建物やけんさ、正直外から見てなんかバスいっぱいあるよみたいな写真は撮れなそうやん。撮れなそうなんよね。いや、六本松はマジで道路に本当にバスしかおらんけんさ。六本松からいろんな方向に分岐していくって感じやけん、全部の分岐したバスが全部六本松に集まるぐらい、まあ、もう一線あるんだけど、もう一線っていうか、まあ主要な道路もう一本あるんやけど、そっちと並行して、だいぶターミナルやからマジすごい。7日から10日ぐらい帰省しても、でもそれはでもうちもしんどい気がするよね。その期間こっちの活動ができんってのもそうだし、やけんマジ迷ってる。あと1日延ばすかはちょっと迷っている。今4日でちょっと迷っているって感じなのよね。でまだ1月の予定とかあんまね出てなかったりするものね。北九州北部は実質せず、それは暴論。でもちなみに山口県の下関は割と北九州だと思っている。福岡市民はじゃあ福岡市民だ、福岡県民は説あると思う、節ある。久留米周辺を諦め北九州近辺は福岡、そう広いよね。なんなら福岡市周辺でね、もうお腹いっぱい説もある。太宰府とかも行きたいけん、でもワンチャン太宰府は行かなくても写真がある説はある。うちが黒髪の子、うちが大学受験の時にお願いしに行った写真が多分あるっちゃあるかもって感じ。でも願い持ち撮りたいよね。はいはいはい。でも願い持ちの写真もある気もする。どうだろう、おすすめのお店の写真いっぱい撮ってきて。そうそうなんや、そのネタにうちはできるだけなんか自分がずっと自分が行ったとこを紹介したい気持ちもあるけん、でもそれだけじゃさ紹介しきらないじゃんとも思って、なんか行ったことあるとこはね写真で紹介するのもありなのかなとも思うけど、なんかむずくない、なんか行ったことないのにさ自分が伝道するのもなんかなっても思ってしまうけど、ですごい迷ってる。そういうなんか自分のそういうとこで撮る、なんか中途半端やとなんかやらない方がいいのかなって思っちゃう癖が出ちゃってるよ今。そこに関して、でもネットで調べてどういうとこか知ることはできるけん、
そういうのをやっぱ電動し自分で調べて発信していく方がいいのかなと思って、行く時間がないけんさ結局は。バスガス爆発、バス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 、魚食べんから糸島行っても食べ、え悲しい。でも糸島はね野菜とかも美味しいし、お肉も有名だよ。糸島豚って言って福岡市には言ってたりするよ。だからね何でも食べ物美味しい、マジ地産地消って感じ。アマオとかも糸島はめちゃめちゃ栽培されていて海鮮ももちろん有名だけど、海がいっぱいあるしね。野菜系統もいっぱいあれされている。ケケさんヤッホー。山口県の伝道師でね、それはあるけど、でも多分山口の人もそれはちょっと同感していると思うよ。やべ原田せがちゃん怒られ、鈴木そうなの、ゆみちゃんはそれ、それはある。そうでもそっちの方がみんなも知れるよなと思いつつ、自分の変なこだわりない方がそっちの方が知ってもらえることにはなるよなって思いつつって感じ。自分が行ってみたいでもまだいいのかな、調べてればって感じ。でも一応ねなんか紹介したいとこリストみたいなのはメモに作っていて、糸島行く価値出た、行くしかないよ。海鮮だけじゃないよ糸島は。ちなみに美味しいね、何糸島ハムって言って肉が美味しいところもあるし、温泉もあるし、それこそさっき言った湧水、湧き水、名水、湧水わかんないけど、もう糸島市はいっぱいあります。調べたけどね、福岡県の中でもだいぶ多そう、糸島はだいぶ多そうですマジでめちゃめちゃ多そう。温泉もあるしね。太宰府一回行ったけど博多から30分、あそう、そんぐらいかかると思う多分。博多か太宰府行くんやったら多分天神行って西鉄乗り換えか、博多からも行けたかな確か JR 行くっけ、どうやって行ったっけあれは、どっちだ。でもなんか西鉄で行ったっけ、あれ西鉄は久留米の方行った時だっけ、どっちだ。オレンジになった、もう勝手にライトの色が変わりますが頑張ってください。糸島いいとこすぎるがかな多分。そうだよ糸島マジで天才だからね。調べろ、そう調べる、まあ調べてはちょいちょい調べてるけど、なんか行きたいところまとめてるって感じ今。それこそ福岡に住んどる友達とかもおるけん、その子とかのそれこそインスタだったり見たら、割とね大学生ってなんか割とさ地元巡りがちやけん、いろいろ出てくるんよね。私マジで調べて、そうよめっちゃ広いよ、海も綺麗だしね。マジでは海水浴場も有名やし、でも逆にキャンプ場もあったり、フォレストアドベンチャーっていう多分いろんなとこにある、全国にもあるんやけど、でめっちゃ割と新しめなところがある。千葉の有名な場所、東京ディズニーリゾート、新東京国際空港、全部東京ついてるよ佐賀県、そう佐賀との県境でもある唐津市、その唐津市との県境ですね。でも平気、あとは糸島、所在地は一応福岡市判定なんですけど、ほとんど糸島に九州大学の糸キャンパスがあったり、だから大学生も割と住んでたりねするよね。太宰府行った時は西鉄乗ったわね。あーやっぱそうよね、そうだ JR 多分西鉄だと思うんだぜ。二日市乗り換え
するやつっけ、それを。でも直行じゃない気もする。どっちだっけね。割と縛られとるね、カツさん。マジでいいところで、福岡市もめちゃめちゃいいところ、また違った良さがあるかなとも思っていたり。どこ巡ろうかね、マジで。計画を立てて巡らない関係よ。じゃあそれの計画も立てるよ。1月までに、あと2ヶ月ぐらいあるけん大丈夫。3ヶ月ぐらいかな。あいたかさん、こんばんは、ヤッホー、来てくれてありがとう。じゃあだと2日違う、あ、なるほどね。太宰府はね、マジ電車で行くべきだと思う、本当に。太宰府車で行くとやばい、マジで。マジ混む。時期にもよるけど、マジ抜けられんくなる、本当に。HKT をしてた子に行くわ、まず。あら、まあ。HKT、博多やもんね。眠いからそろそろ終わりにしようかなと思います。11時にも過ぎたしね、ってことで皆さん来てくれてありがとうございました。今日は記念すべき300日でした。イエイ本当にみんないっぱいおめでたいってくれてありがとう。ってことで明日からもね300日だったけど、まだまだ毎日配信していくので、よかったら明日からも遊びに来てくれると嬉しいです。というわけで、おやすみ。眠たい。おやすみ、ありがとう。飯食べ、あら、まあ、食べなきゃ。すみださん、おめでとう、ありがとう。まかたさん、おやすみ。300日おめでとう、ありがとう。ね、しぶしぶ博多のアイドルをしてた時に行っときたかった時、まだ似てもおすすめいろいろ出したいね。ジゼルさん、お疲れ様、ありがとう。カツさんもお休みありがとう。300日おめでとう、ありがとう。シュプシュプ、お休み。ジゼルさん、ありがとう。300日おめ、ありがとう。ナワラミさんもおめでとう、ありがとう。ゆっくもまれためておめでとう、ありがとう。というわけで終わりたいと思います。また明日の配信でお会いしましょう。明日は何時からだ、ちょっと待ってちょっと待ってね。15時半から館内ホールにて、ライブがあります。都内組、なんとなんと40分枠です。いつもはさ、割と20分枠とかが多いけん、まず時間的にいつもの倍じゃん。でかつ人数がいつもの半分やけん、もううちはいつもの3倍ぐらい出るわけよ。つまりね、めちゃめちゃお得なのっていうことで、まだね、多分あと1時間ぐらい前売り買えるので、前売りまだ買えるので、会いに来てくれる方待ってます。いっぱい歌うし、とても見せ場もたくさんなので、ぜひ見に来てほしいです。というわけで以上、配信終わりたいと思います。300日ありがとう。というわけで皆さん、また明日会いましょう。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師、七瀬葵でした。またね、バイバーイ。